当日はそこ のオリンピック、代々木のオリンピック、何て言いましたっけ、オリンピック記念センター、記念センターで、表彰を受けて、小学校は1校と中学校は1校ということで、代表で受けていて、図書館全国で行くと、それから、民間の読書サークルの代表、学校の図書館長に、校長がなるということで、やっぱり高く評価されます。私の発表は図書館長としてやった取り組みは何で、どういう制度なのかということをいくつか質問をいただいたりして、その発表したもんですから、学校に視察に行きたいとかですね、お知らせがあるそうで、あとはよろしくと言ってですね